はいどうも皆さんこんにちは、ピオツキチャンネルうぷぬしのフィオタです。さあ今回も2択で育成ゲームやっていきたいと思います。前回は、お部屋の、リフォーム、お部屋じゃないか、まあ1ヶ月間風呂に入ってない彼女というそのイメージが強すぎて、もうなんか何のタイトルか忘れましたか。まあ1ヶ月風呂に入らなくても寝坊した状態からなんとかなるんだなということがちょっと分かりましたね。はい、まあ皆さんはちゃんと予定通り起きられるように努力いたしましょう。事前にね、軽く前日とかに準備もできるならしておくのも重要となりますので、はい、やっておいた方がいいんじゃないでしょうか。僕はね、そこら辺の動きが苦手なので人に言うべきことではないんですが、まあやれる人はやった方がいいですよということでやっていきましょう。さあ今回は何でしょうか。地震リフォームやっていきましょう。ステージ11、地震リフォーム。トイレでお尻を拭いた瞬間だった。突然大きな地震が。台所の火をつけっぱなしだがどうする。どうだね、火を消しに行きたいけど外火なんかな。とりあえず間違ってそうな火を消しに行くを選びましょう。火を消しに行く、不正解ですよね。火を消そうと、あ、これはセクシーな秘書になりなさい。男性のホルモン剤かな今の。さあということで5分でキラキラ育成ゲーム。それはそれで面白そうだな。さあ火を消そうと台所へ向かっていたところ揺れが強まった。タンスの下敷きとなり死んでしまった。早い早い早い。死んでしまったって早いな。ていうかあれか、火が怖いわけじゃないんだ。その向かってる家の中で動くことのリスクを言ってるわけですね、これは。さあ家の中はね、物がたくさんあるから、棚が倒れてきたり物が落ちたりで、また物が落ちて割れてね、危険になったりとかいろいろありますからね。さあまずは外に避難いたしましょう。まあ皆さんもね、命大事にでやる場合はすぐさま家の中から出た方が無難です。さあ家の中は家具などが倒れていた。命があるだけでも良かったと考えよう。良かったって、まあ本当にね、危ないと思いますよ。別の未来ではあなた死んでましたからね。さあ台所に行くと案の定火が燃え広がっていた。しかも台所の水道は壊れているようだ。どっちを使う。うちわと座布団。まあ何やってたかによるんだよね、料理。まあとにかくかけるとしたら座布団が合ってるはずなんで、うちわ選びます。間違ってる方はあえてね。うちわ不正解。さあよいしょ。収録時間ががっつりバレますがもういいよ。さあ不正解ネクスト。うちわの風で火を消そうとしたところ逆に火の勢いが増してしまった。火はみるみる広がっていき家は全焼してしまったんだった。そうですね。ちなみになんですが、酸素を送ったら燃えるからね、うちわでね。火起こしをするときに竹筒とかでよくなんかお風呂とかを沸かそうとする、昔の人が五右衛門風呂とかを沸かそうとするときにとか、かまどの火の調整するときに竹でさ息吹き込む場合あるじゃないですか、ふーって。まあやってることはあれと一緒で酸素を送り込んでるので、そりゃまあ火の勢いは上がるさというね。さあということでリトライ、座布団いきましょう。まあね、座布団はその今言っていたうちわが酸素を送るものだとしたら、酸素は座布団は酸素を防ぐものっていう、そういう感じですね。さあ行きましょう。正解。座布団で叩いてなんとか消火できた。なるほど、座布団で叩いたんだ。まあまあ叩いてもいいか。ちなみに座布団が燃えることもありますのでご注意ください。なるべく逃げた方がいいからね。そりゃそうだとは思いますが、なるべく逃げてください。さあ座布団で叩いてなんとか消火できた。あと少し遅れていたら家が全焼していただろう。よくそんな状態になっている火をさ、そんな状態になっている火を座布団で叩いて消そうと思ってよね。その精神がすげえわ。普通の人だったらもうすでに
もう斜め失禁とかでもういいやいいやってなりそうですけどね。もういいっす、良さそうっすけどね。てかすごいね、もうみんなもうあーって思って逃げるよそんなの。さあ次行きましょう。次、一息ついたところで男はトイレを流していないことに気がついた。早速レバーを引いて流すと、なんと詰まってしまった。おお、大量の水か素で。この場合は素手がいいはずなんだよね。大量の水はもうここになったらダメでしょ。大量の水を流す。さあ NG。 おーっと、なんか押したぞ。さあ何かが出てくる。名称の復讐じゃなくって、さあ不正解ですね。重たくなってきたね。大量の水を注いだところ、流れずその場は溢れ出てしまった。男は溢れてた水で足を滑らせ、汚いものに囲まれながら命を落とした。落としたの？命軽くね？さあ、素手を突っ込みましょう。汚いけどね。抵抗あったが、素手を突っ込むことでなんとか解決。妊婦のふりをして。今なんかすごいの見えたな。ボールで銅像の頭沸騰してるの見えたな。さあ抵抗あったが、素手を突っ込むことでなんとかとも詰まった物を流すことができた。いやー、よかったですね。さあ次、あとはゆっくり片付けようと考えた矢先、水槽が割れていることに気がついた。このままでは愛するお魚が死んでしまう。お魚。バケツに薄つかガムテープで補強。バケツに移すのが合ってると思うんですよね。まあ、環境は変わってしまいますが、バケツに移して酸素をやるのが一番いい気がする。ガムテープで補強はアウトだと思うので。ああ、ダメ。こっちが合ってんの？ひびを塞いで水漏れを防ぐことができた。こうして応急処置が必要な箇所は何とかでき、数日かけて元通りの生活を送ることができたのだった。へえ、なるほど。じゃあ反対の方行きましょう。バケツに移すやつ。個人的にそれが一番意外ですね。いやー、まさかね、バケツよりもそっちの方が上に来ますか。でもバケツだと思ったんだけどな。よく水替えとかするときにバケツに移してるじゃないですか。なんで逆にダメなんですかね。さあということで、 OK、 ワンタップ成長日記終わって、反対の結果を見ましょう。バケツに移そうと水槽を持ち上げた瞬間、水槽は割れ中身が飛び散ってしまった。お魚は地面に打ちつけられ死んでしまったのだった。死んでしまいます。なるほど、そういう意味なんだね。さあ水槽の補修のためじゃなくて、その割れた水槽を扱う際にガムテープで補強したら、その割れた水槽がこれ以上被害がひどくなることはないけど、すでに割れてる水槽の場合は、そうかそうか、直すとか、そのバラバラになってっていうことを考えた、リスクを考えると、そのまんまだね。そうだね。そう考えるとガムテープになるのか。さあということで、今回はここまでといたしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあね。